こんばんは、タスクです。今回はピュアトラックのマウスパッド MF2 をレビューしていきます。ザラつきのないトップクラスに滑らかな表面で、多少遅めの滑り出しと止めやすさが特徴のコントロールパッドです。筒状のパッケージで巻かれて梱包されています。ずっしりと重みがあり、柔軟性も十分で、開封直後から巻き癖もなくフラットな状態で使用できます。匂いについてはゴム臭がそれなりに匂います。かなり取りづらい方だと思います。デザインは6種類展開です。単色がないので既存のデザインから選ぶ必要があります。全体的に派手めなので好みが分かれそうです。サイズは中途半端な数値ですが、ゲーム用途として十分な大きさです。 XL は現時点でこのラブリーデートとプライマルマスクという2種類のみで、国内販売はされていません。厚さは 4mm、 MF1 より高さが 1mm 増しました。撥水性はそこそこあり、最初にある程度染みると、そこから5分経っても水滴は残り続けました。湿気耐性について、メインで使用した期間が梅雨の時期だったんですけど、全く変わらなかったわけではなく、脱力時の大きい振りで重さを感じる日もありました。雨量の多い日は滑走中のキュルキュル感も強かった印象です。こんな日はその他の布製パッドはダメダメなので、アムンゼン織りではないサラサラ系で湿気にそこそこ強いという評価はさせていただきます。表面にはプレミアム合成繊維という素材が使われており、ザラつきを感じません。肌触りはとても滑らかです。肌への干渉は極めて少なく、乾いた状態では張り付きませんが、締めると鈍くなります。細めの糸でパルサ ES2 やアーティザンライデンのように横流れで交差する部分を除いて隙間なく埋まっているハイゲージ寄りな織り方です。表面はコーティングがされていません。似たようなフィーリングの他社製品はご覧の通りです。指でなぞるとパルサ ES2 やユキエイム鬼、表面がマイクロファイバークロスのゲームセンスレイダーよりも引っかからず、即 X2 赤いと同等くらい滑らかなのがわかります。アームカバーの相性について、定番の CWX とスカイパッドに加えてダイソーのアームカバー2種類全てで引っかかりもなく、厚を加えても快適に使用できました。ウェルクルーズのアームカバーは縦の動きが最悪で、詰まって使い物になりません。特に相性がいいのはダイソーの素材が3種類のアームカバーでした。中間層はやや柔らかめで、強く押し込まないと底打ちはしません。反発力は強い部類に入る気がしますが、軽い力で押し止めることができる範囲です。操作性について、操作速度としてはコントロール寄りのバランスです。ぬるっとした滑りで程よい抵抗が効いてます。近い滑りの他社製品を早い順に並べてみます。トラッキングとフリック、細かい操作をストレスなく扱えるラインをギリギリで踏んでいるようなイメージです。滑走音は静かです。縦横の滑りに差は感じません。マウスの向きやソールの大きさに関係なく、同じ抵抗で操作できているので、フリックの感覚がとてもいいです。滑り出しは基本遅めです。丸型ソールやコアパッド、エア、タロンゲームズのソールを使用することで軽くなります。操作速度による変化は少ないですが、振り幅を広げると抵抗を感じるようになります。早く大きい振りだと確かに重いんですが、手首で振った時には軽減されます。抵抗による重さに関しては、インゲーム中に気になったことは一度もありませんでした。ただ、早く大きい操作は静電気が最も発生しやすい動きではあります。押し込んで滑らした場合に摩擦は増しますが、大きく変化するほどではなく、ゆっくり減速して止まります。指で押さえ込むと沈むんですけど、実際はクッション性を利用しているというよりは、表面摩擦を利用しながら感覚で止めるタイプなように思います。止まりきるまで余裕があり、切り返しにつなげるのも楽なので、トラッキングから切り返す場面でもストレスなく操作できてます。遅めの滑走速度、程よい抵抗感、ソフトな中間層という条件が揃っており、製品による手ブレの影響はほぼ発生しません。遅めの初速と摩擦によるブレの少ない正確な細かい操作を求める方にはハマるはずですが、滑り出しの速さを利用する方にとっては細かい操作に不満を持つ可能性があります。
操作感は初見だと合成繊維による独特な留め感が目立つんですけど、2、3日使ってると慣れます。同じ素材の MF1 より扱いやすいです。ソール相性について、手持ちのソールすべてで問題なく操作できました。ソールの面積が大きいと安定感はありますが、抵抗も大きくなるのを感じます。試した中だとバクシー XE と MP01 のソールが良かったです。ホコリには敏感で、滑走中にキュルッとホコリや毛が引っかかる感覚を感じることもあります。これが嫌で僕は10ソールで使用することが多いです。ソールの種類による特性がそのまま反映されやすいです。コアパッドエアーの抵抗感を抑えた滑らかな滑りがかなり好印象です。摩擦力を活かしながら素早い切り返しが可能なガラスソールとの組み合わせもハマる方は多そうです。ロゴは右下にあり、表面と同じ質感なのでマウスに干渉しません。ステッチについて、固めで肌触りはサラサラです。幅は広めですが、滑走面の方が若干高くなっているので、マウスを通しても引っかからずとても優秀です。左右の縫い終わりは加工されていないので触れるとわかりますし、ほつれやすいです。底面の滑り止めは天然ゴムベースの柔らかくて深めで細かい凹凸のあるヘリンボーンで、とてもよく機能します。耐久性について、9ヶ月前に購入し、たまに使う程度でしたが、この1ヶ月使い続けてみた結果、摩耗による劣化は感じません。念のため新品を購入して比較しましたが、滑りに変化はありませんでした。ということで、今回はピュアトラック MF2 をレビューしました。初動は遅めで、そこまで速い滑走ではないものの、合成繊維による独特の操作性は、正確性を求める操作だけでなく、振り幅の大きい動きにも対応できるので、マイクロ操作や頭を狙うタイトルに適性がありますし、トラッキングから切り返しまで器用にこなせるバランスの取れたマウスパッドです。柔軟性があり、押し込むと柔らかいと感じますが、あまり沈み込みの影響を受けないところは味があります。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。